門倉がどうは、日本の医師、クリスチャン、実業家、社会運動家、東京牛頭館種。属籍は、東京府平民、京都の合商、門倉家の子孫、小児会として、首都の普及に努める東京館田において、日本初の民間首都所、東京牛頭館を設立し、天然痘撲滅に、尽力した。天然痘ワクチンの増産の目的で、 アメリカよりホルスタインを大量に輸入。全国一致の規模といわれる乳牛牧場を複数開設した。また、日本で初めて蒸気滅菌牛乳を販売するなど、日本の落農業、牛乳業の先駆者の一人となった。バプテスト派キリスト教徒であり、三崎町協会の設立や、禁酒運動にも携わった。東京牛頭館、門倉が道は、 1857年3月20日、愛知県知多郡に、門倉一時の長男として生まれる。父の亡き後1872年11月に、家督を相続。1880年医師免許を区学して取得し、神奈川において、首都所に勤め天然痘対策に奔走する。小児科である、角は、衛生環境が最悪と言われた三崎町で、 日清牧場の跡地を買い取り民間病院である1884年9月、天津堂院を創設した。また日本初の民間ワクチン接種所である東京牛島館を設立した。併設して愛好者を設立。天然痘ワクチン庫は、画道が明治17年に神奈川県に牛島種粒所を開設した際、現代のような死糖の保存方法がないため、 常に生きている牛に天然糖を感染させておいて必要に応じて糖脂を採取して使用するという発案に基づく。種継ぐ所とはそうした天然糖専用の牛を飼っておく施設だった。神田岬崎町 181P また、落農の副産物である牛乳を病人や若年者、栄養の行き届かない乳児に当時貧困と不衛生のさのかにある神楽で 母乳の代わりに与える、要啓蒙。引用、新聞雑誌第19号奪いらず当時の牛乳は、薬として用いられ、非常に高価であった。年の牛乳の値段は I1 号で3000ニリ600円、前後。通常のペットボトル500ミリリットルに換算すると1800円、で高額だった。和田牛乳の明治12年の収支決算は純利益が374円。 740万円、小売業の準備益率を1.19%と考えると6億円に相当する売り上げを上げていたことになる。なお、鍋に生乳を入れて配達する配達府は周囲をうかがい裏口からこっそりと入ったという。これは牛乳を買う家には病人がいるという変な噂が立たないようにとの配慮からであった。同年、内務省告示として 首都史実心描きが出されている。明治7年10月にも首都規則が行政告知されたが収まる様子もない天然痘の大流行で年に数万人が亡くなる一方で首都教科書がいくつも出版され民間首都書が全国規模で次々に設置されたがワクチン製造の技術も手法も知識も未成熟で また医師でない者が主当手を回転して混乱を招くなど、当時の政府として技術の統一化、医療器具の全国整備、医師の育成と許可制が急務だったからである。1889年、画道は築地の心霊協会にて洗礼を受ける。天津道委員、東京市当所、愛好者牛乳販売所1892年、画道の長男である聖堂が東京獣医講習所、 通称アザブ獣医学校を卒業し、小冊子、牛頭神論を発表。同年に家族と共に、巣鴨から神田三崎町に移住。1894年、我ドは東京牛頭館から首都全省を観光。また所属していた、心霊協会の系列である、独立心霊協会と本国町心霊協会の設立にも尽力。同年、三崎町中央会館を、 米国牧師、ウィリアム・アキスリングと共に設立。三崎町中央会館当時の神田区は、貧困と病苦にあえぐ労働者運動の活発化による、神田青年会館の開設など、カシホールの建設ラッシュにあり、キリスト教の布教や社会奉仕活動を目的として、中央会館複合施設を建設。そこでは連日、労働能力の開発を目的として、三崎英語学校、 また、巡回看護学校、無料法律相談所、人事相談所、託児所、労働者慰安会、女中店員向けの教育学習塾の開校を行った。1896年を同じバプティスト教会の、信徒である、佐賀藩士、縄木三郎、牧師、宮山寛一の推挙で、東京名古屋の小学校教師、山田三七郎を愛好者の支配人に任命する。引用。 林鶴良り日記がイ・ヨンカン 255P 同年、警察令によって、東京にある400の牧場に対して、東京市外への転居退去が命令された。現在でいうところの山手線内には、大小多数の牧場が存在していたが、悪臭や衛生に対する東京府民の苦情が絶えず、それに対応するものであった。1897年10月1日東京球団 B 協会において、 日本禁酒同盟会の発会式が行われた。門倉は、宮山寛一牧師の指示を受けて、会計幹事として、組織運営に参画。資料、日本禁酒同盟同年、山室軍平に、三崎町の自宅の一室を救政軍本部として貸し出している。1898年愛好者菅も牧場を、創業。市街地への転出牧場の第一号である。 北新社、日本の死乳の海祖、前田富吉は、明治十四年に北新社牧場を譲り受けた、前田清松のおじ百九十九年一月、牛乳飲用のしおりを観光。栄養失調による乳幼児や、高齢者のために、牛乳の高栄養を広告。だが、実際のところ、明治期の牛乳販売の質は、外して低く、生乳をついた地中常温で、大きな缶に入れて、 配達をしていたため、腐敗が進み、また異臭を放ったため非常に評判が悪かった。そこで、米国の視察を終えたカドクラガドンは、蒸気殺菌牛乳という技術を得て、殺菌牛乳を販売するようになる。これは、バック殺菌という方法で、密封した瓶詰めの牛乳を蒸気の高温で殺菌するものであった。蒸気殺菌により、牛乳の質が改善するのを受けて、 1900年4月7日、内務省は牛乳営業取り締まり規則を交付し容器がガラス瓶に変えられた。愛好者牧場の事業を牛乳の製造販売に拡大。牛乳の蒸気殺菌を行った。1903年ガドーは神田区会議員に選出、その後4期12年間区議を務めた。1904年埼玉県大宮に愛好者大宮種牛牧場を作り、 ホルスタイン種牛の大量輸入も同時に行った。1907年、渋沢栄一を発起人とする、日仏協約への発起人に参加、尾崎幸雄らと信仰を得る。同年、東京商業会議所常議員に選出され4期16年、これを務める。1908年日本帝国ジェルシー、種牛協会発足、及び東京坂川乳牛店主版川西同年。 三崎町中央会館は中央バプテスト協会としてリニューアル。初代牧師に吉川亀を迎えた。1909年、明治41年病院を閉院。1911年愛好者板橋牧場の新設。前年まであった競馬場、板橋、池上、川崎、目黒の4競馬会を併合し、目黒競馬場を存続した東京競馬クラブが設立。 板橋競馬場は廃止された。その後地に、大正2年に敷地の一部を買収した、巣鴨の愛好者牧場が移転、板橋牧場を新設したもの。1913年神田岬崎町、旧西軍大学から出荷神田区全域、愛好者一帯も消失する。引用、新聞修正、大正変年史、大正2年度版同年。 愛好者、名古出張所解説同年、愛好者事件が発生。結核牛から搾乳した、汚染牛乳が混入したとの疑いから、立憲、摘発を受ける。乳牛ジャーナル9月号1914年、支配人、山田37郎辞任1915年、門倉稼働、神楽会議員を満了す。1919年住居を巣鴨に戻す。 1923年東京商業会議所、常議員を満了す。同年、関東大震災発生す。1927年、門倉死没家徳を、長男門倉正道に譲る。聖堂は、麻布獣医学校卒業後、愛好者を継いで、牧場経営、牛乳販売を継続した。聖堂の妻は、宮川常テルの自助奉公。愛好者牧場は、 天然と牛とワクチンの製造所。後に牛乳の製造販売を展開した。預け牛制度牛にストレスを与えない新しい畜産方法を考案。繁殖と改良、種牛分帳を行うとともに、東京、神奈川、千葉、山梨、静岡、北海道へ、計8千頭町の講師育成を予託し、各地の落業普及に貢献した。これは、 全国の落農家にも良い影響を及ぼしその後の落農の発展に寄与した。愛好者は戦時当世期には休業状態となった。一愛好者、板橋販売所板橋の愛好者工場では現在も乳酸菌飲料やヨーグルト、生クリームなどが製造されている。東京都板橋区坂井町1 3 6に愛好者ビル。 かつての東京牛頭館愛好席の道向かいには、現在、愛好者ビルがある。テナントにハンバーガーショップ、愛好者がある。ビルオーナーで、店主菩薩橋氏は、粗速父,父の時代まで、愛好者牛乳店を経営していたと解説した。三愛好者、田村乳業1930年創業。田村春江氏による創業。坂田支店馬町に、愛好者製造工場がある。 田村牛乳山形県坂田市亀ヶ崎56-57。現在の代表は田村昭一氏。世の愛好者、有限会社愛好者、牧場2015年創業。栃木県日光市足尾町2126番地後、愛好者、工藤牧場1913年、工藤友造氏が創業。明治中期から同地にあった、塚田牧場の所権利を買い受けて始めたところだという。 昭和32年に廃業。愛好者1923年、安倍国秀氏が創業。自家搾乳、自家処理にて、牛乳販売を行ったが、戦後は受け売りに転換。現在は、愛好者、森永牛乳販売店として営業中。国、すぐるしはクリスチャン。引用、愛好者愛好者支入公明会社、沢畑広史良氏による、経営。 創業遠隔は不詳。会社法人は戦後の設立。昭和三十年代後期に廃業した。旧九次郡九次町の複数の業者が合同したもの。愛好者、青木ふ次郎氏による経営。創業遠隔は不詳。昭和三十四年前後に廃業している。神奈川は東京愛好者の予託エリアの一つであった。新潟県公者東京愛好者より派生した。 作入業者。東京愛好者の与拓牛が入業創始の端緒、現在唯一確認できるのは明治38年に創業した村山米作氏の新潟県公社である。引用新潟港の近代化についての一考察。門倉家は京都の合商門倉家をルーツとしており、加藤も門倉領位の子孫である。妻咲は大分、竹原和作りの妹。 加道は五人の子宝に恵まれた。長男に聖堂。次男、門倉国彦長女の愛子は、医学博士、井上達次に嫁ぐ。次女マズナは、帝大医学部講師、四方慶一に嫁いだ。三女講師がいたが消息は不明である。聖堂の長男は正春、長女、宮子、次女道子。国彦は分家して結婚。次女の文子は、慶応義塾大学教授。 千住静雄と結婚。千住広日本画家、千住明作曲家、千住マリコバイオリニストの三兄弟は、画道の彦にあたる。異常達に、一人娘、愛子の夫で娘婿。代々異業を営む井上家、当時、大きく、世界に遅れをとっていた幕末明治の医学において、兄の井上達也は、眼科研究において、世界トップレベルにあり、論文は、 医療先進国のドイツにおいてもその名は轟いていた。弟の達史にもまた東京大学眼科学教室を創設し、駿河台に住安藤院を設立。2021年には創業140周年を迎えた井上眼科病院は今も達也達史にの志を継ぐ日本最高レベルの眼科でありる。現理事長、井上健二院長のもと、 さらなる先端医療の開発に挑む。片山線日本の社会主義者キリスト教に原点を持つ社会改良思想。ニコライ道、神田青年館、B 教会、三崎町教会などがある山室軍兵岡山県出身のクリスチャン。門倉の自宅を曲がりして、救世軍を立ち上げた。同志社で進学を学び、日本救世軍の司令官となった。 松村海跡安政6年に、ハリマ国赤市藩市に生まれ、横浜で、キリスト教授信、教育者、牧師として渾身があった。上地下一子神戸出身教育者、衆議院議員、女性活動家、伊藤溜吉美咲町の、建築家クリスチャン大進工事の、第一人者救世軍メソジスト派軍隊組織を持つ、伝道と社会奉仕の団体、山室軍兵らが、 日本支部創設宮間岩1百8 4 7年、後下4年生まれ、長州藩市キリスト教牧師ハワイでの移民日本人の素行の悪さにつき領事、安藤太郎に禁止を提言、世界的な禁止運動の旗手となった、尾崎幸雄文部大臣東京市長、都知事全国の小学校中学校への天然痘対策に奔走し、 また、修学率向上のために通信教育学校を設立。五ヶ浦式高山形出身明治5年5月20日生まれ、松村海跡に学びキリスト教に入信。岐阜県古川町で伝道を始め、明治28年建発の児童収容施設の日だ、育児院を作る。門倉は、徳富祖宝、横井時を上村正久。 片山千田と共に施設運営を支援した。顧問や参助者には、島田三郎本田洋一、江原宗六、丸尾京道、平田平蔵ら28名、加藤直し、島抜き雄ら優ら287名がいた。高田公安医師神奈川県茅ヶ崎にあった、サナトリウム、南湖院の院長。同志社協会でラーネッドから受選した。牛頭新論、主党前書は、 門倉と高田の共著。山田や重郎旧西軍に参加した、山室軍兵を支えてほとんどその一生を旧西軍のために捧げた。明治31年当時、神田三崎町にて門倉と交流があった。宇都宮千太郎1866年、慶応においた生まれ神田教立学校卒、青木修造の家に下宿、牛乳に出会う。 エドウィン・ダンの指導で1887年、明治20年カリフォルニアに渡る。ヘンリー博士、キング博士の教えを受け、札幌乳牛作修行組合を設立。札幌の落農の父、陰陽、落農学園創創士 62P 水頭備1890年、明治23年大分県生まれ北海道、落農下宿創設等北定大農家大卒、愛好者に入社。 山田三七郎の演壇で、宇都宮千太郎の次女ことこと結婚。1921年に、宇都宮千太郎は、娘婿の日一押し日で、デンマークへ留学。1941年、満州宅職校舎の職房され開拓移民の、落農指導。戦後は、佐賀落農塾の塾長を務め、若手の育成にあたる、落農学園大学教授を務めた。引用 学能学園創造史 74P、宮川常る1857年、安政4年日本の牧師、女子教育者。熊本バンドの中心人物で、日本組合キリスト教会の指導者。海老名壇上、尾崎孝道と共に、組合協会の三元堂の一人と言われた。番川政東京坂川牛乳店創業者、番川東晴の子。牛乳店は、明治3年創業。 医師、松本良順が、岐阜の旧旗元坂川と晴れと組んで、東京赤坂に和牛、洋牛、各一頭で始めた牛乳屋。当初、この会社は番川東晴れ、松本良順、赤松時永佐藤小中、林道会らと共に結社していた。その後、結社書士の多くは官職につき、坂川が一人維持する形となった。 年6月に株式会社坂川牛乳店となった際、社長には赤松則一、また、監査役には榎本直方と林若吉、脈樹。辰の兄、林県会の子がついた早々に移転を迫られ、麹町五番町へ移転。ありがとうございます。